は終戦後ね、終戦後な我々がどうしていたの、そのことは一つも言うてくれないわけや。仮に終戦後、警察のね、今これうちの本がね、うち の先代の本が出てますわ、そこに七条乱闘事件と、それから今言うと七条乱闘事件と、それから三階松事件出てますよ、仮にね、その誰が警察をその時保護したの、それどういう事件なんですか。あの時代はあったけどね。いやいや、まあ仮に聞いてないよ。仮にね、いろんな形でその時は我々をね、結局は言ったら義行心の塊としてやな、結局ケツから煽りされていろんなことを指したわけだ。ちょっとそれはね、誰も知らないと思いますよ。どういう事件なんですか。これは警察の中はね、それはもう今のイドロ、まあ、外国人、仮に今の戦勝国でな、戦勝国を言うとこが、仮に自分の若いもんがパクられた、それを返していて警察の中がどかどか入っていって、それ連れてきてるわけだ、はっきり言って。そういうことを頼み来たもんやから、うちが警察で乗り込んで、それを全部排除したわけだよ。警察のガードマンやったわけでしょ。まあそういうこと、大体言うたらその当時はそういうこと、神戸もそうだったんですよね。神戸もそうやったわけだ、全部。それから今のね、どん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 入ってくるね、入ってくると、どこが入っていったら、仮に今の田岡和之親分はね、そのどさくさで何をした、その中でしたことはどうです。これ、まあ、公安関係全部、その今の外国船が入っていてね、あれ見た中を全部押さえていたわけですよ、仮に。ようになったわけだ、また今の先生、あの人はまあバグトよりも工業とかいろんな事業をしてたわけだ、その事業を片っ端から取り上げたの、誰が取り上げたの、暴力団の資金源やいて全部潰していたわけでしょ、会に。だから私も今まで会社をやって潰されました、高山さん。だけど受け皿がないない言うけどね。いやいや、高山さんもだって足洗ってくるから言うわけでしょ。いや足洗いてね、その時にね、まあ会にわしが捕まったわけだ。うちの会社、滋賀県で一番大きかったわけ。いや、もう潰しよったんやから、はっきり言うて。で、お前、仇になるんなら助けたろって、こう言いですよ。そうでしょ、だから、仇になればいい。いや、仇、助けたろって、私はね、自分の親持ちですわ、親持ちですわ。自分の親分をね、金儲けのためにね、自分の親分を裏切って仇になりませんよ、これは。この当時入ったらね。今でも、童話とね、童話と暴力、童話問題と暴力団問題を、それは一緒にしてはいかんですよ。それいかんです。童話っていうのは、童話問題というのは、ね、第6品から決まりありますよ。ね、あの正義 の本来のブラック解放運動をやってらっしゃる方もあるし、ね、エソ童話といわれるような出会いもいますわ、けど本質的に言いますとね、やっぱり歴史的な差別ですよ、ね、自分で好き好んで、ね、童話地区に住んで童話の人と名乗ることをね選んだ人はいないんですよ。そういうのをね、日本の社会がどのように解決するかというそういう問題なんですね。暴力団の問題はね、それは歴史的にあなたはあの暴力団になりなさいというふうに決めつかれたわけでも何でもないわけ、ね、自ら選んだというわけですわ、辞めようと思えば辞めることもできる、ね、理屈の上では、辞めた人もおる、ね、けども、ね、高松さんおっしゃる通り、これはね、やっぱりヤクザの問題は社会の問題ですよ、社会の歪みの問題ですよ、だから社会が本当に良くならなければね、それはヤクザは根本的になくならんですよ、ね、そうおっしゃる通り、けれどもだからヤクザが自分たちのが受け皿ないから今のやり方をね続けていっても国民は受け入れるべきだとかね、いやいや、警察はそんなこと言ってませんよ。そういや、国民が受け入れるとかのはなしにね、法律で取り締まりかんとかね、理屈ならんとか、いや、そんなこと理屈言ってませんよ、取り締まりなんかもしても結構ですと、私らも生きる権利があるやから、仮に今の法律はね、どうなってます、金を返しても取り立てしたら、自分の金を返して取り立てしたらダメでしょ、前に。で、人、物を売りに行ってもダメやとか、いろんなことをね、生活権を脅かしてるわけですよ、我々を。だから、わしらかて、何もその悪いことをして生きようとか、そんなこと誰も思ってませんよ、はっきり言って。そこで、法律